皆さんこんにちは。ウクレレマスクマでございます。今日も元気いっぱい最後までやってみたいと思います。最初はまず替え歌、榊原郁恵、夏のお嬢さん。うちのお父さん、お寿司がとっても大好き。暇があればくら寿司通う。これ私のことです。くら寿司近くなもんですから大好きなんですよ。はい、夏のお嬢さん、榊原郁恵。夏の紅涼さん、痛風とっても怖いよ。目をキドキにドキドキするぜ。そうらしいんですよ。私はわかんないですけどね。替え歌、昔の名前で出ています。飲み屋にいるときゃ社長と呼ばれたの。会社じゃ単なる係長。そして我が家に帰ったその瞬間、呼び名は一言あんたに変わる。私の本名どれでしょう。はい、タイトル、うまいこと。この中で一番鶴を折るのうまいのは誰？彼。折り紙付き。わかりました。わかりますね。ちょっとノートでやってくださいよ。次、タイトル、しょうもない親父ギャグ。絶景の雲海が見られるかどうかは天気次第らしいですね。つまり雲海。行きたいですね。どこでしたっけ、天上の雲海、雲海の城、あれ忘れました。もう一つ、夏のお嬢さん替え歌ありました。替え歌、お久しぶりね。お久しぶりね。今日の夕食はそれなら3杯ご飯を食べるかも。次、替え歌、中条きよし、嘘。漏れたスマホの内容で二人の不倫わかるのよ。誰かいい人できたのね、できたのね。タイトル、うまいこと。君の婚約者のつけるこの漬物めっちゃおいしいな。なんていう漬物？いいなずけ。タイトル、うまいこと。小説家の夫婦ってお互いに秘密を持ってる人が多いよね。なんで？隠し事だから。わかりました。
ことわざは嫌だ。ゾンビに油絵をさらわれる。タイトル、子供の質問。ねえパパ、貞子さんのことやけど、貞子ってあのホラーの？そう、その貞子さんって地面をハイハイして出てくるんだよね、テレビから。なのにいつも立ち上がった時に彼女の白い服全然汚れていないの、なんで？そっちの方が怖いんだけど。タイトル、こんな俳句は嫌だ。中野のは 3D コピーのホトトギス。こんな俳句は嫌だ。中野なら返品しちゃえ、ホトトギス。タイトル、しょうもない親父ギャグ。買い物だけには何しに行ったの？買い物だけ。それでは最後、綺麗に替え歌で締めたいと思います。最後、替え歌。綺麗にやってみたいと思います。小さい秋。誰かさんが、誰かさんが、誰かさんが見つけた小さいアリ、小さいアリ、小さいアリ見つけた。誰かがお砂糖こぼしたからだ。そのうち行列できると思う。今日はこれまででございます。また明日お会いいたしましょうね。さようなら。